田中鈴木おお、え、スタート、おお、よろしくお願いします。よろしく。そして研究員の名人です。眩しいね今日も。よろしく。研究員の名人って何だろう。高橋です。高橋。はい。そして今日の客員研究員はこちらの方です。どうぞ。はい、株式会社セガ龍が如くゼロチーフプロデューサーの横山です。どうもよろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ早速ですが今日の研究対象の方を教えてください。はい、スッと行くね今日は。横山さんいじったりはしないの。怖いんだもん。怖くていじりづらいと。怖くていじりづらい。分からなくはない。なるほど。横山さん怖い人なんですか。あんなし怖くないと思いますよ。あのなんなら名越さんもセットでだいぶ怖いイメージありますね。2人ともいじってもらった方が好きなんですよ。あ、そうなんですか。今度だから今度名越に会ったらいじってあげてください。マジっすか。はい、あの俺はハードル高いな。何もされない方が多分あれなんで、本当は話題に上げてもらった方が嬉しいと思います。いじりすぎると怒ると思います。そこはもうギリギリ、その具合がね、この線引きどこでいくかっていうのはすごい大事なんですけど、ね、はい、だいじるのは君たちに任せたよ。あ、なるほど、わかりました。了解です。はい、はい、では龍が如くゼロ機械の場所を研究していただこうと。はい、はい、ゼロということなので、うん、今までのストーリーよりも前の話で。そうなんですよ、うん、龍が如くの一作目、うん、龍が如く1っていうのは、うん、実は2005年発売 で2005年のお話、うん、はい、ただまあちょっとストーリーの冒頭 でそのさらに7年前みたいなところからストーリーが始まったりするんで、1998年から始まるのかな話が、うん、ってことになってるんですけど、はい、それより全然遡って今回1988年、まあ、昭和63年、まあ、もっと言うとシリーズ通じての主人公の桐生一馬の20歳の。おお、なるほど。そうか、俺桐生一馬と2個差なのか。ほぼ同年代だ。そう、俺が高1の時彼高3か。そういう系な。まあ桐生さん中卒なんで多分高校行ってないですけど、はい、その頃もう組に入ってるかなって感じなんですけど、88年で20歳、うん、20歳、明治行く中29。おお、でもあの名人3年目。名人なってたの、うん、もう16年しかやっていた。もうやって。じゃあまあ有名だし金を持ってっからもうバブル遊び尽くしてますよね。そう、バブルです。そう。もうバブルといえばですね、本当万札持って。もうその話だけでいきます15分。もういけるいける。それでもいいですよもう今日。行かない行かない。そんな時代背景があると。はい、あると。はい。まあそんなまあ彼らの要するに龍が如くシリーズの一作目につながる、はい、まあ。前日談ですからそうなんですけど、うん、はい、なぜ彼らがその伝説の男たちになっていったのかっていう、だから今回も若いし未熟だし荒っぽいんですよ主人公たち、うん、なるほど。でそんな中でどうやってあの主人公の、まあ、ハードボイルドな、うんうん、主人公ができていくのかというのが描かれた、はいはい、まあ、ストーリーというかゲームになってますと。でもある意味一番いい時代かもしれないですよね。いやそうなんですよ。正直言うとバブルって後で決まったんです。だから 先に、ね、先に話決めようと思ってこうなったら88年かって、うん、で調べていくとこれバブルだねって、あ、なるほど、この何ヶ月か後にその日経平均株価が3万超えたとか、うん、なんかそんな時代で、すげえ時代だなと思って、じゃあそれ徹底的に再現してやろうじゃないかゲームの中で、なるほどね、うん、っていう遊びが詰まってます。バブル全然わかんないで見てみたいです、うん、逆に面白いと思いますよ。多分知らない人が見た方が仰天のお話が多いんで、うん、はい、じゃあ早速見せてください。お願いします。じゃあこれ今ゲーム画面、ほいほい、はい、あ、コマだ。コマだって何ですか今は。何、いや、これね、コマ劇場ですよ。いわゆるコマ劇ですよ、うん、はい、
今回実は初めてなんですよ、シリーズで。あ、小牧とタイアップした。はい、ない、逆に今ないですよ、うんうん、ないから実現できたみたいなね。へぇー、この脇にある、ね、建物のディスコでバイトしてました。いきなり絡まれましたよ。ヤクザ、これ、なんで絡まれる、突然ヤクザ、今迫ってきましたよ、向こうから、こいつちょっと組を破門されて常に狙われてる状態なんで、あ、そうなんですね、かなり追われてる状態なんですけど、はいはいはい、まあまあそれはいいとして、まあ、所持金すごい、所持金1億とかになってます。しかもですね、こうやって今回ですね、バトル中にこうなんか敵を殴って倒したりすると、お金の表示、ね、今2万いくらとか出ましたね、とか、まあ、札束がこう舞うじゃないですか、はい、札上げじゃないですか。もう今回時代がもうバブルっていうのもありますけど、はい、今回ゲームのコンセプト、金女暴力って割り切ってて、で、男の人だけに遊んでもらえればいいと思って作ってるんですよ。で、その何をするのも金なんで、このゲーム経験値っていうシステムないんですよ。自分育てるのも金、遊ぶのも金、だから全部金っていう単位の数字しかゲームの中に存在しないんですよ、基本的に。だから敵を倒しても、まあ言っちゃったらカツアゲじゃないですけど、まあお金いただいて許してるみたいな、そういう感じで金を稼いでいくと、で当然遊ぶのも金なんで。なるほどね、うん、あ、この右手、このボンドラール、あ、ほんと、あ、このね、反対に行くとね、わかります、あ、来てる来てる、ヤクザ来てる、やばい、多いな、え、そんなになんかやばい感じなんですか。まあ、そう、まあまあやばい、やばい、これ結構成長しちゃってるところなんで、はいはい、最初からじゃないですね。そうそうそう、これクリア後の、まあ、スペシャルアドベンチャーみたいなやつの状態でやってるんで、ちょっと、ね、敵も強いし多いんですけど、なるほど、すいません。またあの落ちてるものはほとんど武器で使えるんですか。そうなんですよ、今回あの、まあ、龍が如くってずっと普段から喧嘩スタイルって喧嘩の技みたいなのが主体になってるんですけど、はいはいはい、今回主人公ごとに3つのバトルスタイルみたいなものをこう自分で選んで戦うことができて、うん、で今この黄色いやつはクラシアスタイルって言って街に落ちてるものをオートマチックに拾って、あ、オートマチックなんだ。そうなんですよ、動きが遅いんですけど、代わりにいちいち掴むとかやらなくてももう近くでボタン連打するだけでこう、だからあのチャリンコの近くで攻撃すればもう持ってくれるみたいな、めっちゃ便利じゃないですか、うん、便利なんですよ、大丈夫、まだいちいち掴むボタン押さなくてももうできる、なるほどね、うわー、これもいい、これはですね、またとにかく街で遊ぶっていうのが僕らのテーマなんです、はいはい、繁華街で遊ぶ、うん、これが龍が如くにしかない遊びだと思ってるんで、うん、ちょっと金暴力がよく上がりましたよ、うん、でこの街で遊ぶときにやっぱ街に落ちてるもので喧嘩したいから、うん、っていうのを今回突き詰めて新しいバトルスタイルという形で入れてます、これ本当に昔こんなに味なかった。おー、すげー、これ何やってるかっていうとですね、お金撒いたりするとですね、あの敵がこうお金に目を取られてやってこないとか、うん、敵が目の前にいるとき逃げれるんですよ、あれで。例えば時代感とかいろいろ出してて、はいはいはい、もうプレイスポットも例えばこれまあセガのゲームセンターですけど、うん、今クラブセガの場所に、まあ、当時ハイテクランドセガ、アウトランド当時の筐体があって、それを遊ぶこともできる。ハングオン遊べるんですか。なんかちょっとやってみます、これハングオン、ハングオン、はい、これ知ってる、プレイします、100円ハングオンって、まあ、いわゆる筐体機というか、そうですね、体感、これにまたがってね、はい、そうです、難しい、こうやってまたがるんですよ。うわー、で実際まあ中身はハングオンの、まあ、移植ですから、これもセガという会社にしかできない、すげえ、これ、はい、ゲームセンターの U でしたからね、この時代ちょうど、そうだ、画面こう、うわー、おーですってね、僕やったことないんですよ。あ、そうなんだよ、あ、まんまだよ、本当にまんま、お遊ばれました。やりました、やりました。バリバリ。でも18とかだとそうですよね。ハングオン、アウトラン、スペースハリア。はいはい。じゃあもう全部入ってます。マジで、うん。スペースハリアも入ってますから。めっちゃうまい、めっちゃうまい。いや、あのままね、アウトにね、行っちゃうんだよね。行っちゃうんだよね。だから一回体感ですからね、倒しちゃうと倒すの大変でしょうしね、うん。めちゃめちゃ上手じゃないですか。いや、すごい上手ですよね。これも見切れてますけど、うちのアシスタントプロデューサーの猛烈に本番に強いやつがやってます、うん、わー、びっくりした。私これお父さんがやってるのの後ろに乗せてもらったんですよ。あ、タンデムで、うん、それね、ダメ、本当はダメなんですよ。でも子供だったんで、まだ、うん、今のだったらそういうことできないんだ。だってタンデムシートなかったでしょ、これ、うん、ないですけど、だからプラスチックのところに結構なかったでしょ、はい、なるほどね、危ないですよ、相当、うん、まあでもこれ多分やってると永遠にやることになるんで、はい、まあ、ちょっとどっかのタイミングで、はい、まあ、こういう形で当時のプレイ遊びも入ってます。その4機種が遊べると、例えばなんか
音ゲームみたいな感じでうちってカラオケって遊びが入ってて、はいはい、主人公たちがこう歌うっていうのが前作入ってるんですけど、はいはい、普段だったらカラオケボックスカラカンとかとタイアップしてやってるんです、うんうんうんはい、ですけどこの時代カラオケボックスはないのであまり、うん、ないんですか。そうなんですよ。じゃあどこでカラオケを歌ってたら今回はスナックに入って歌うの。スナック、スナックって何なんですか。スナックスナックって、飲み屋で、うん、まあそのママがいて、うん、そうそう、で88年というかね、うん、82、3年にはねカラオケスナックっていうのがあってそのカラオケスナックがちゃんとプレイスポットで入ってるんで歌いたい人はそこ行ってください。あ、そうなんだ。で、うん、今まであった遊びが時代が変わることによっていろいろ変えてるんですよ。なるほどね。なんだ今の。テレクラあるよ。テレクラ、テレクラ、あ、そうそう、テレクラ、テレクラね、うん、テレクラも あ、ここ左行ったところにね俺行ってた店があるよ。スナック、うん、名人なんてお店行ってたんですか。ね、あやとり言っちゃうんだって。これで今回やっぱテレクラってね、さっきからいっぱい出てますけど、はい、当時のもう一番のプレスポットといえばテレクラなんです、はい、知らないでしょ、はい、いやだから全然本当にテレクラ。じゃあもう今から説明しますんで名人がねどういうものかその、はい、これ時間でですね部屋に入れるのをお金で払うんですね、うん、で入れる時間、はい、部屋にはまあドリンク飲むこともできるんですけ ど、 あ、なるほど、基本はそういうことはあんまりしません。うんうん、どんな感じかというと、うん、電話が1台置いてあるんです。こういう感じですね、はい、でここにですね電話がかかってくるので、うん、他のお客さんに負けないように最初に取らなきゃいけないんです。なるほど。つまりね会話をする権利を取る、はい、やっぱ女子はへーって全然わかんない。このかけてくれるのは普通の女の子なんです。これはちょっとこの顔な、今のはちょっと遅いですね。遅いの、はい、あ、寂しい背中だから他のお客さんに取られたんです。でね、隣の部屋とかね、今ねこれね受話器を取るだけですけど、はい、昔聞いた話では、うん、1番とかっていうのを押して取るっていうね、フルアクションしてなくてよくなさいよ。おっ、ご声出して。もしもし、いい声ですよ。いい声ですよ。大事なんですね。そう、かっこつけて。でこっからはね、本当のテレクラは女の子と会話、普通電話ですよ、はいはいはい、なんですけど、まあそれ可愛い声してるな。うちのゲームではいわゆる会話をシューティングゲームみたいな形で選択肢を打ち抜く遊びになってる。なるほど。これいくつなのって聞かれたらハマチとかハダシとかいろいろありますが、二十歳のあれを打たなきゃいけないわけですよ。あ、はい、あ。これがまた当時のポケベルフォント風になってるみたいなね。こう、ああ、なるほどね。ちょっと読みにくい。ああ、なるほど、なるほど。まあ、実際彼ポケベルってアイテム持ってて連絡ポケベルで来るんですけど、あのちょっと先に誤解を招いておいていいですか。はい、招く。俺ね、あの招く誤解をちょっと完全に、うん、これ名人完全に行ったことあるなとかさ、そんなコメントが俺ないです。いやもう名人は行ってるでいいよ。もうどんな体験をしてるんだ。もう時効でしょ、25年前ですよ。スクラさんすごい。これはですね、はい、話してる女の子のあくまでも脳内イメージなんですよ。あ、はい、で会話を進めたり選択肢を当てていくことによって脳内イメージがクリアになった。で今どんな体験してるんだって聞いたんで体のイメージがなんとなくクリアになったと。でモヤが取れた、うんうんうん、じゃあ次はもうちょっと踏み込むぞ、はいはいはい、もうこれもういいよね、今日発売したから行けるとこまで行っちゃおう、はい、うんうん、いつもだったらこれに止めちゃうんですけど止めないでちょっと、あ、はい、ありがとうございます。仕事は何をしているんだ。もう大もない会話でしょ。ナース本当かよって、まあ、これ桜とかはなかったんですか。マジの話をすると本当桜多い。桜小学校の女の子とかがあの電話ボックスに書いてある電話番号にいたずらでかけちゃうんですよ。そう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 、そういうのがあるんで出てなんでガキかっつったら刑務所。これ失敗何言ってんの。え、何失敗してんだよ。なあ、失敗した。プレイヤーさんに怒らないで今嫌な向きやってんだから今。印象を褒めてみる。癒されて癒されるな。ナースさんだけ。おお、ちょっと桜っぽいな。でもちょっとこれもプレイしてる側はもうヒヤヒヤですよ多分。ゲームの音もうちょっと高くしてる。これ不動産、今こいつ不動産業やってるんですよ。不動産まあそれはメインストーリーでそういう設定なんですけど、はい、お、うん、不動産関係だ。顔は隠してる。まだ遊び慣れてそう。おお、そうなんだ。ハートが、でもそれいいんです。当たってればハート上がるんで。え、実際これって結局最終的に何が目的なんですか。ですね。まあ今から見ていただくと、要は会話で
デートまで約束をこぎつけるところまで今やってます。でうまくいくと外で会うかって話になるんですよ。で今度実際街の中でこう待ち合わせ場所決めて、でこんな服着てるよって話になる、行くじゃないですか、と紛らわしいやつが何人かいたりして、じゃあこれどれなんだろうって。でも会ったことないから顔わかんないでしょ。だからもうこうなんか勘を働かせて、お前だっつって振り返って、本物たんじゃ例えば当たりだったとしたら、そこからまた今度デートが続いていくんです。で当然間違いもあるんです、そこの他人これは。でこれが何人もいるんで、ちゃんと怖い、あなんか怖いよ、怖い。だから街中に出た時はこの子を探せばいいですよ。実際この可愛い子こんなん やるの。いいかもしれない。クラムチャウダーでいいんじゃない、チャームポイントか。でちなみに余談なんですけど、はい、この女性あの友田彩香さんっていう、はい、あのセクシー女優の方なんです。実際のでこれで仲良くなっていったりするとですね、あのゲーム内にプレスポットって個室ビデオっていう店があるんですよ。でその個室ビデオに行くと友田彩香さんのイメージビデオ、これ実写です、完全新規で撮ってる。いろんなセクシー女優さんたちのあのと出会うとゲーム中に、個室ビデオの中でそのイメージビデオが実写の見れるという遊びがついてます。個室ビデオもあったでしょ当時。もう煩悩の塊だよこれは。その映像は他じゃ見れないんですね。見れません、ね、あオリジナルですから。そんな際どい会ってくれないか、会わないか。でこれでなんて向こうがいいか、あピポン誘ってくれたのね。オッケーなポーズですよこれ。夢あるね、うん、これすごい、まあくまでも脳内ですから、はいはいはい、ってきます。つくつくわー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 、いやいやいや、まあ、まだもうこっから、これもう山の5合目超えたぐらいですよ。まだ会う約束したわけだから、まだ5合目。そうあでもそうですよね、うん、会う約束をするまでがね、なまかないあの聞いた話ですけどね。名人怪しいよ。何で怪しい、あ、はい、あ、これは、これはクラブ愛ですかね。違います、iPhone ではない、うん、似てますけどね、はい、あ、劇場前でね。そう、まあ、今日はここぐらいまでで止めときますけど、はい、まあ、ゲームの方ではこの先こんな感じでテレクラ遊んでもらえると、じゃあこの女の子に会えるのかな、じゃあ会ったらその先あんのかな、じゃあ仲良くなったらその後は、まあまあこれあのこの子の場合はこうやって知り合ったんですけど、うん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 、さっき言ったセクシー女優とかはコンビニの店員だったりもういろんな子にいいんですよ。なるほどなるほど。でいろんな形で知り合って、まあ、いわゆるゲーム的に言うとフラグを立てると解放されるので、はいはい、まあそんな楽しみ方もありますと、まあ、とにかく今回男の子に楽しんでもらえる要素を、ね、金女暴力全部入れましたから。言っていいのかな。メインストーリーはハードです。全然金女暴力っていうか、まあ、ハードボイルドなんですけど、まあ、龍が如くはこういうバカバカしさをいつもあの、ね、大人がね悪ふざけ真面目にやるっていうこうなるよっていうのやってるんで、もうこの時代は本当に金あるもん勝ちっていうね。あーなんかもっとバブルな感じもちょっと見た、うん、街中とか、ね、街中もすごいですよ、うん、一から全部作り直してるんで、手挙げるだけじゃねタクシー止まってくんないんですから、ねえって言いますよね。で一万円札1枚持ってたって止まってくんないんで、3枚ぐらい持ってた、3枚ぐらいするんですよ。本当に本当ですか。本当本当本当、ゲームの中にもそういうシーン入ってますから普通に。だから俺んち昔市街に住んでたんだけど、はい、歌舞伎町で飲んでタクシーなんか3000円ぐらいですよ、うん、それを3万円払わないと乗っけてくれないんだから。でもその3万円はあげるんですか。最初のチップも、もう乗る段階で最初にあげちゃうんです。欲しい欲しい欲しい。そう、そうでしょ。何を言ってるんだい。すごい。だ当時はそれでもそんな金使っても明日にはその金が入ってくるって時代だったわけ。どういうことですか。ちなみにもうこのゲームだからその金いかに稼げるかなんで、例えば桐生一馬今回不動産業やってるんですけど、はい、その不動産の遊びシミュレーションゲームみたいなやつがあるんですよ、はい、それやっていくと10億100億と土地転がしを土地転がしゲームでやるのね。土地転がしというか投資なんですけど、どっちかというと、はいはいはい、投資とアドバイザーみたいな、コンサル、なるほどね、コンサルにちょっと近いですけど、リアルにはやらないよね、うん、いろんな人と街中で出会ってコンサルを探していくんですよ、うんうん、でコンサルタントであなたここ入れみたいな感じでやっててこう発展させていくとドカンドカン上がりが入ってくるみたいな。すごいな、うん、それ。じゃあさっきの所持金1億なんか安いもんだ。あらもう走ったし走ったし、走ってこのゲームのいいところはですね、うん、1章のあたりでは100万も入ったよって超嬉しいんですよ、はい、で序盤やっぱ100万とかあると強いんですよ、はいはい、で今度テレフォンカードとか街中でアイテム集めてなんか見せたりすると5000万もらえたりとかいろいろあるんですよ、で、そういう
ちっちゃいことをやっていって5000万とか稼ぐじゃないですか、うん、と今度1億とか見えてくるじゃないですか、はい、で今度1億バンって稼ぐと全然足りないっていう金持ちの気持ちが分かる、うん、その今度10億欲しくなる、夢あるな、で10億手に入ってもやべえ10億もはしただと、あの後半の方になってくるとですね、自分のなんか能力1個育てるのに10億とかかかるんですよ。あ、なるほど。だからもう100億必要だと、うん、したらもう今度100億が見えてくるんです。なるほど、ね、だから本物の金持ちの気持ちが分かります、うん、ほら3億ぐらい稼いだらもういいと思うでしょ。いや、それはそうなんですよ。宝くじ当たったら、次のレンジが見える。ね、千代丸さん分かるでしょ。そう、分かるでしょ多分。僕にも見えてないな、まだ100億は見えない。100億見えないっすね、うん、このゲームは多分で1000億2000億ぐらいまで見えると思います。マジっすか、はい、やろいや、遊ぼう、ぜひ。すごい、面白そう。それを味わっていただければと、うん、本当にバブルの雰囲気味わえますよね、うん、今見てるだけでそう思う。うん、なんかこれが本当の世界だったっていうのからすごいびっくりですよね、うんうん、本当ですね。はい、さ、なんだあれ、ん、何、実はそう、んここでなんだあれと言ってるのは、あれ、ピザ、ちょっと告知したい。あ、告知、関係あるなんだなんだこれって、なんだこれ、これ今回ピザいっぱい来ました、うん、ピザいっぱい、あの88年にするにあたって、いろんな企業さんとタイアップ、まあうちいろんな企業さんとやりますけど、そこで例えばロゴとか、88年の時は古いロゴだったりするわけですよ。でそういうのでご協力いただけるところにはしていただいてて、例えば一個今日から今ご紹介するのがピザーラさんで、ピザーラさんってですね、今皆さんおなじみはこれです。これこれこれ、この箱で届いてると思うんです、買ったりすると。ですけど今回ですね、はい、これが88年のピザ。そうだ、昔こうだった、昔こうだったんですよ実は。で、キャンペーンで本日からですね、L サイズをご注文いただくと、はい、この箱で届きます。あ、しかも横には龍が如くちゃんと入ってるってこと。ほんと、ここ入ってる。龍が如くかけるピザーラ、これコラボレーション企画なんですけれど、でまあ実際今回、まあね、時間も時間なんで、実際この今箱で届けていただきました。これいい匂いしますよ。これは空箱ですけど、うん、こっちが本物ですと。おー、はい、来た、はい、出たー、やっほら、本当に今届けてもらったんですよ。すごいね、ピザーラを届け、水分はないよ、はい、そうだよ、はい、じゃあ、まあ食べちゃってもいいですけど、はい、はい、どうぞどうぞ、皆さん、食べていただいて、はい、ゆこめさん、いや、はい、これお皿、こっち行って、あ、はい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 、くで、くで、俺にもくで、はい、はい、はい、次のコーナーにまたいで食べていただいてもいいですか。もう全然時間なければ、はい、もうここでもう食べながら楽しくやってください。はい、わあ、すごい、ロゴだけ映ってればいいですよ、ここ、ここ、そう、あ、そうですか、次のコーナーのロゴ、あったかい、あったかい、あ、本当だ、本当にさっき来てます。いただきます、うん、いただきます。じゃあ俺この2枚ぐらい取っておきかな。どうぞどうぞどうぞ。ジョイズスペシャルですかね。あ、ジョイズスペシャル大好き、うん、うまい。これ本当に注文していただけると届きますし、まあそれ以外にもちょっとキャンペーンをやってまして、はい、あ、食べてますけど、食べてる絵がもうちょっと欲しいのかな。うん、あ、そうそう、1988キャンペーンということで、はいはい、でこれピザーラオフィシャルネット会員というのがある、うん、あ、そうなんですか、ね、限定でピザを、俺も入ってる、入ってる、うんうん、ピザを注文していただけると素敵な商品が当たります、うん、3月31日までやってます。どんな商品が当たるのか、はい、うん、1章、え、まあ、1988なんで1と9と88に分けてですね、うんうん、本体プレステ4、はい、PS4本体とピザーラネットクーポン5000分おとか、まあ、こうかなり豪華ですよね、これね。すごいですね。ピザ何枚分だよっていう金額だと思うんですけど、2枚以上やったら1枚500円だから、うん、10枚ですよこれ。すごいですよね。でそれに加えて PS4 でしょ、うん、という今キャンペーンやってますので、ピザバンバン食っていただいてですね、はい、当ててもよし、欲しいよ、うん、欲しい。もしくはなんかね、逆にゲームをやってからピザ食べたくなるようなお話とかもちょっと入ってたと思います。あ、そうなんですか、うん、まあ、ちょっと小ネタで入ってたりするんで、まあ、そういうのも味わっていただければ。この、まあ、ピザーさんに限らずですね、はい、まあ、いろんな企業さんにご協力いただいて、当時のその看板であるとか、うん、当時のロゴであるとか、いろんなものを使わせていただいて、でそういうのをいっぱい合わせてやっと当時っぽいというか、うんうん、街ってやっぱ再現できるんですよ、うん、1個だけ突き詰めてもやっぱ作れなくて、ね、うん、いろんな要素の複合体で龍が如くの街ってできてるんで、うん、こういうのをちょっと今回頑張ってやります。ピザーラさんありがとうございますということで、いや、そこはですね、はい、今すぐピザーラ頼んでほしいですね、皆さん。そう、これで届くかどうかね、うん、あ、本当絶対これが届くんですよね、
よね。ですね、個数制限あるみたいなんで、あすごい数ですけど、うん、何万とかそういう世界ですけど、その箱には限りはあるらしいので、箱が捨てる次第終わるのかなと。じゃあ急いで頼まないとですね。はい、うん、じゃあ、箱にはね、龍が如くシリーズのこうちょっとあらすじとかも書いてあったりする。うん、ピザーラは日本生まれの宅配ピザチェーンとして1987年に誕生した。あ、そうなんですね。1年前なわけです。なるほど。そんな。これが最初の店ですよね、確かね。そう、なんか宅配ピザではね。はい、あ、そうなんですか。創業者の会長が自分で運んでた時代です。自分でバイクで。はいはいはい、そう、日本のコロナで。いろいろすごいですけど。はい、なんか本日プレゼントも用意していただいているということで。はい、まあ当然なんですが、はい、こちら PS4 版の方の。ありがとうございます。こちらを1本今日発売しましたんでね、うん、もうプレゼントできますから、いただきます。こちらの応募方法は番組のエンディングでお知らせしますので、はい、じゃあいろいろと盛りだくさんの内容で初めてのこととかも知れて今日楽しかったんですけれども、普通に食べてますね。ごめんなさい、普通に食べちゃう、はい、もう石川さん全部食べちゃう、うんうん、足りないな、はいはい、どうぞどうぞ。じゃあまたいただいてピザは、はいはいはい、じゃあ最後に番組を見ている皆さんにメッセージをお願いします。はい、実はですね、開発の、まあ、メンバーでバブル知ってる人間なんてもう本当にもう9割以上知らないです。あ、そうなんですね。まあまあみんな言ってもそんなに年いってないですし、だけど、まあ、今回バブルっていう時代に、まあ、なった時にこんなに面白い街があったんだって実際研究した時に僕らが思って、もっと言ったら僕らって将来あの街で遊べるなと思ってたらなくなってたんですよ、もう。そうです、そうです。バブルっていう、まあ、要するに崩壊したからバブルと後々言われる経済ですから、川のように弾け飛んだんです。飛んだ後だったんです、僕ら歩いてきた道は、うんうん、で将来遊びたかったのになくなっちゃったもんだったんですよ、うん、それを映像メディアとかで見ることはできるんだけど、うん、実際体験すること僕らできなかったんで、うん、じゃあ何ができるんだっつったら、うん、実はゲームってメディアしかなかったんです。素晴らしい。それはゲームってメディアなら実際お金持って遊ぶことできますから、うん、そうですよね。だから唯一の今僕本当に割と本気でバブルを体験できる唯一のメディアになってる、エンターテインメントになってると思いますので、すごい、はい、龍が如くシリーズ好きな方はストーリーだけでももうグッと入れますし、ね、キャラクターも今回いっぱい出てますから、そこで楽しんでいただいてもいいですし、若い人にこそやってほしいとちょっと思ってます。バブル体験したい。名人とかはね懐かしんでやれると思う。だからね多分ね、うん、65年生まれぐらいじゃないと体験できないですよ。そうです、そうだと思います。そうすると65年だと23歳ぐらいでしょ、社会出てないと。やっと社会に出て、うん、お金が手に入ってっていうぐらいがね、こんな時代が本当に日本にあったんだよってびっくりできると思いますんで、うん、ぜひ、若いゲーム好きの方にやっていただきたいと思ってます、うん、よろしくお願いします。いろいろ歴史を勉強したいと思います、はい、歴史ってことではないけど、はい、というわけで電人科学研究所、今回は龍が如くゼロ誓いの場所を研究しました。横山さんありがとうございました。ありがとうございました。